お、なんだこれ。いや、どこかに隠し通路があるかもしれない。うわ、なんか来た。うわ、ちょっとここでこういう計画するのやばい。議長が計画する新地下計画。よし、リベンジ行くか。カモンカモンカモン。あぶねえ、強すぎるんだよこいつ。強い、こいつマジで強い。強い強い強い、やば、勝てないだろこんなの。あぶねえ、あぶねえ。強っ、勝てねえだろこんなの。ここもしや正解ルートじゃない？こっち行ってみるか。おっ、来た。OK。 おっ、なんだこれ。ギア？こいつは掘削機？あ、違う、盗作機か。秋葉原の堀氏が開発した地面を削る。なるほどね。これか、皮肉の達也。はいはい。あぶねえ、ちょ待て待て、キサコ。あぶねえ、また東京地下洞窟へようこそか。お、キサコちゃん止まって。この付近から救難信号。どこかに隠し通路があるかもしれない。おう、これか。こんなとこに隠れてんなら安全だろ。いや、安全ではないか。これ、うん、あの化け物は他のファイ生物とは違う知性を持っている。知性持ちはやばいな、どの世界も。原宿ヒルズの屋上へ向かうにはこの地下通路から秘密のエレベーターを通らなければならない。警備兵があの化け物と交戦している間に俺は原宿ヒルズの子供たちを連れてこの地下通路を通って屋上へ連れて行ったんだ。だがあの化け物はセンサーでも兼ね備えているのか、この地下室。なるほど。今ならまだあの化け物よりも先に子供たちへたどり着ける。原宿のみんな子供思いだね、みんな。はい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 。誰？文明調査員。原宿に、ああ、はいはいはい、そう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 、
どうやって倒すのか分かんないと言われてるやつね。議長が計画する新地下計画。何怖っ。とりあえず記憶地点いっとくか。よし行きますか。下？下行くの？うわ、なんかいっぱいいるぞ。これしゃがむが結構大事だな。またお前か。こいつ強いんだよな。殲滅完了したのに出てこないでくれる。本当に困っちゃうわ。あー、すごい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 、なに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 、多すぎやろ。こっちか。オッケー。うわ、すごい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 。ああ、結構ハードやな。たどり着けるかな次の。あー、ここでか。やばいだやばい。うわ、なんか来た。うわ、ちょっここでこういう計画るのやばいやばいやばい。無理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 。あー、やばい。ねえ、やばい。あー、そろそろ武器か、武器買い時か。こいつな、今ならいける気がするぜ。まあいいか、スキップは。よし、リロード。おれおれおれ。うわ、早い早い。デブのくせに早いんだよ。早いデブが、早いデブが一番やばいからな。オッケー。よし、やったぞやったぞやったぞ。記憶してナイス。廃人の言う。よし、鍵で地下通路行ったんじゃない。よし、またエレベーターか。エレベーター強いんだよな。開いてる。うぅ、
よし、オッケー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 、いいよ。で、こうだ。よし、クレープか。で、ここ上上がるのか。よし、オッケー、いい感じ、いい感じ。くったよし、オッケー、いい感じ。お、いよいよ原宿ヒルズですね。鋼鉄腐敗生物よりも先に子供たちの屋上に行かないと。もちろんさ。Thank you.